ヤロポルクイジャスラビチは、キエフ大公イジャスラフ一世と、ゲルトルダとの愛の子である。所有した行為は、ボルイーニ公、トゥーロフ公、ビシゴロド公。ヤロポルクに関する資料上の最初の言及は1071年の記述であり、ヤロポルクは、ポロツク公、フセスラフを、ゴロティーチェスクで破ったが、フセスラフは、ポロックを保守したというものである。1 7 3年、 当イジャスラフと共に、キエフを追われ、西方へ逃走した。ローマ王ハインリヒは、支援を拒否したため、ローマ教皇グレゴリウス七世の被護を受けた。1075年頃、バイマールオーラミュンでクオット一世の娘国軍で、と結婚した。国軍団の所有していた紙片、ゲルトルダの祈祷書には、ヤロポルクとローマ教皇との会見についての記述や、ヤロポロクと妻、 イリーナのミニチュアポートレートが記されている。1076年、ヤロポルクと父イジャスラフは、キエフに帰還し、ヤロポルクは、分領地として、ビシゴロドを受領した。1078年にヤロポルクは、父とスビアトスラフとの戦いに参加するが、この戦いの過程で父イジャスラフは戦死した。この後、キエフ大公位についたフセボロドは、チェルニゴフ公国領を手元に残し、 ボルイーニ公国、トゥーロフピンスク公国領をヤロポルクに与えた。以降、ヤロポルクは自身の島でガーリチ・ロスチスラフ家とボルイーニ公国領をめぐり争うことになる。ロスチスラフ家との闘争と、2084年、ロスチスラフ家のリューリクラ三兄弟は、ヤロポルクを避けてペレムイシュルへ入った後、軍勢を率いて帰還し、ヤロポルクをウラジーミル・ボリンスキーから追い出した。 これに対し、キエフ大公フセボロド一世は、息子のウラジーミル・モノマフを援軍に差し向け、ウラジーミル・ボリンスキーを、ヤロポルクの元に返させる一方、ボルイーニ広告料ドロゴブージオクニャージーズゴイとなっていたダビドに与えた。ヤロポルクは、この処置に不満を抱いたが、それは、結果的には、ウラジーミル・ボリンスキーもが、ダビドの所領となる要因となった。1 8 6年にヤロポルクは、 ポーランド王国から軍隊もしくは外交上の支援を得て、ウラジーミル・モノマフと和平氏、再びウラジーミル・ボリンスキーを支柱に収めた。しかし同年の冬に、リューリクら三兄弟に対する遠征の最中に、ハイカのドルジーナのネラデツの裏切りによって、ズベニゴロド付近で殺された。ネラデツは、リューリクの元へ逃走したため、リューリクを首謀者として非難する噂が流れた。 ヤロポルクの意外は、キエフのドミトルフ修道院に埋葬され、妻の国軍ダはルーシを去った。所領の一部は1088年に、兄弟のスブヤトポルクが受領している。妻は、バイマールをオラミュンで吐く夫を一世の娘国軍で。子には、以下の人物がいる。ありがとうございます。